どうも、なんとか塾です。よろしくお願いします。前回の動画で、こちらのスイングアームの方一旦完成というか、まあ、自立したので OK ということで、後に問題点は修正していこうと思います。で、今回からこちらフロントの方の足回りを回収していきたいなと思います。ずいぶん前の動画でこのアルミの削り出しの部品を削り出しました。そしてまあおおよそ自立するっていう形にはなったんですが、いろいろこれ機能足りてません。なぜかというと、これは実際に走行するためには必要な機能がだいぶ足りてない。例えばこちらにありますブレーキキャリパーの取り付けもできてません。そして、シャフトをしっかり掴むこともできてませんというふうにですね、基本的にただ組まれただけ走行には耐えれない状態になってますので、まずこのホイールの取り付けをしっかりできるようになることと、ブレーキキャリパーを取り付けれるようになるっていうのを、まあ、今回からやっていきつつ、フロントのサスペンションシステムも改造していきたいと思います。今回こちら、3D プリンターで部品の方をプリントしてきました。まあ、テストピースですね。実はこの部品を削り出した時に、あ、CNC でアルミを削り出してテストピースを作るの非常に大変と、まあ、テストピースに限らず部品を削り出すのが大変やということに気づいて、なんか設計をミスってたらとかした時にちょっとリスクがでかすぎるということで、 3D プリンターを導入したきっかけがこの部品でした。これがキャリパーサポートで、キャリパーサポートをつけるにあたって再設計した、まあ、シャフトをつかむやつです。で、これを今から組み立てていきたいと思います。
はい、というわけで、まあ、大体組み上がったと。非常に便利ですね。 3D プリンターで試作品を作るというのは、まあ、全体で3時間ぐらい使って印刷しました。そしてこのように組み付け確認ができると非常に楽。はい、でちょっと見ていきたいんですが、まあ、フロントフォークはおおよそ、まあ、こんな感じの角度になると。上側にブレーキキャリパーをつけたとしたらこんな感じのデザイン。はい、前側はこんな感じ。エアーがここに溜まりそうですよね。エア抜き しにくそう。前側のデザインもなんかこう面白くていいんだけどね、こいつがねこっちについてたらまあいいかなと思うんですけど、ちょっと厳しそうか。うん、これなら言うてエア抜きはできそうかな。でくるりと回して、選択肢としてはこんな感じで、下側もありかなと。まあエア抜き、ちょっとしんどいかもしれないけど、まあ頑張ったらできるやろぐらいの感じですかね。下か上、ちょっとデザインのレイアウトはねまだ決まってないんですよ。なのでちょっとこんな感じで試作してみました。まあ、下側はなんかすっきりした感じ、上側はまあなんかドーンって感じですよね。インパクトがある。好みの問題というわけで、まあ、おおよそ仮組みをして寸法が取れているのを確認できたという感じになりました。以前こちらの部品を削り出した時に、まあ、冒頭でももしかしたら言ったかもしれませんが、アルミを CNC で削り出すのは非常に時間がかかるということをある意味恐怖を感じてですね、これ今から相当量のたくさんの部品を削り出してトライアンドエラーをやっていく予定なのに、これにめっちゃ時間かかったのがちょっと恐怖やったんですね。設計をミスったとしたらもう一回やり直すっていう時のダメージがでかすぎるんじゃないのかっていうのを気にした結果、 3D プリンターを導入したきっかけがこの部品やと。はい、でこちら改めて再設計して出力しました。 3D プリンターで、あ、こんな感じで、まあこう中身はこうなってるんですけど、こんな感じでブレーキを取り付けれる寸法を見つけたという感じです。ちなみにここら辺の寸法をどうやって取ったのかっていう話なんですけど、こういう特殊なピッチノギスってやつを使います。普通のノギスだとこういう穴位置って、まあ、ちょっと計算しないと使えないですよね。まあ、ノギスで測ってない、直径がなんぼやからみたいな計算をしないといけないんですけど、こいつやと穴にブスッと刺して直接穴ピッチを測れる、こういう便利なノギスがあります。そしてこのノギスはオフセットさせることができるので、まあ割と正確に穴位置を拾える便利ツール、これを使ってホイールにキャリパーを仮組みした状態測定して寸法を出して設計しました。バイクパーツを製作するときに必要になってくるこういったピッチノギスっていうんですけど、ピッチノギスを買う場合、まあ、いろんな種類があるんですけど、まあ、デジタルでもアナログでもどっちでもいいんですけど、おすすめは両方とも穴、単面仕様のやつとかもあるんですよね。ここからこの単面から穴がなんぼみたいなを測れる単面仕様もあるんですけど、まあバイクパーツを製作する採寸に使うのやったら両方とも穴が測定できて、なおかつここがオフセットできるやつを選んだ方がいいと思います。これオフセットできないやつもあるんで、平面のね穴ピッチだけ測れてもね使えないシーンが出てくると思うんで、まあここがオフセットできた方がいいと思います。まあ結構高いんで買わない人がほとんどだと思いますが、一応参考まで。
そして今後これをアルミ削り出しで作っていって、で今度作るときは本番の部品ですね。テストピースではなく本番の部品を作っていきたいと思います。今のところキャリパーは上がいいかなと思ってます。下でもまあデザインがスッキリして悪くはないんですけど、上にしようかな。多分エア抜きが簡単なんと、まあ、デザインが面白かったので、まあ、こっちのスッキリしたデザインもね悪くはなかったんですが、この画が強いデザインもいいかなと思ってこっちにしようかなと今のところは思ってます。フロントのサスペンションシステムは今回のカスタムではダブルウィッシュボーン化しようと思ってます。でダブルウィッシュボーン化するにあたって、本来サスペンションが入ってたこの区間で株はサスペンション入ってますよね。これが入ってたですけど、リジットにします。フォークとホイールをリジットで固定します。じゃあどこでサスペンションを効かすねんっていう話ですが、これはダブルビッシュボン化すると。ダブルビッシュボン化っていうのに関しては以前の動画のどこかで言ったと思うんですが、まあこんな感じの、まあこんな感じでフレームを切ってアームをつけて、そのアームをスイングさせてサスペンションを機能させると。だからこういう細いスプリングをフォークの中に入れるっていうのはせずにリジット化すると。でダブルウィッシュボーンっていうのがいまいちピンとこうへんという方はぜひですね、ホンダのゴールドウィングダブルウィッシュボーンと検索してちょっとね調べてみてください。そうすると私がやりたいことがまあおおよそ見えてくると。っていうかそれに触発されて、ホンダのゴールドウィングのダブルウィッシュボーンに触発されて、この企画を始めましたので、まあほぼ答えがそこにあると。でホンダのフラッグシップモデルであるゴールドウィングに使われているダブルウィッシュボーンをスーパーカブにぶち込んでやりたいというのが、まあ、企画の始まりということになっております。はい。故にここにはサスペンションは来ません。はい。前の動画からちょっと株の動画の更新が途絶えておりました。これはですね、私の家族が増えた都合によります。それだけじゃないんですけど、次男が爆誕いたしました。次男が爆誕いたしまして、結構ですね、いろいろとやること多くて、時間的に結構きつかったっていうのと、あと、生まれてすぐぐらいに私が体調を崩して、いろいろ動かなくなりたりとかしつつ、うちの車のタイヤがパンクして、修理しなあかんわってやってるうちにですね、まあ、こういった動画の編集をしているメイン PC がぶっ壊れて、修理して直ったと思ったらもう一回改めてぶっ壊れてみたいなことをやってまして、非常に時間がなくなっておりましたので更新が途絶えておりました。というわけで今回から株の動画は、リアを一旦置いておいて後ほど回収することにいたしまして、フロント周りを作っていきたいと思います。というわけで今回の動画は以上になります。面白かった、参考になったという方いらっしゃいましたら、グッドボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。というわけでご視聴ありがとうございました。